世田谷若林、世田谷233スタジオからお送りいたしております、作詞家のあさりです。第11回あさリンク、今晩ですね、番組名でもお分かりになりますように、私と、つながりのある方を招きまして、毎回お招きするトーク番組でございます。今回は、周防良和さんに再登場していただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。もうなんか世田谷233の方のリクエストでぜひまた出ていただきたいということで。素晴らしい、はい、何回でも出ますありがとうございます。はい、今回ですね、いろいろ新しい作品のご紹介もあるんですけれども、前回あんまり過去の作品とかもそうです、ね、お話あんまりできなかったの で、ね、はい、ちょっと最初に過去の作品のことからお話いただきたいんですけど、はい、まあそうですね、映画音楽、映画音楽、まあ、皆さんも知ってるっていうそれもなんですけど、はい、最近でなんか特別なことがあったっていうことなので、最近の言っちゃいましょうかね、はい、最近では向田邦子ドラマシリーズというのを、やりまして、はい、4人の監督で4話別々の作品だったんですけど、ね、はい、でそれの、劇中音楽もやったんですけど、エンディングのテーマも私作曲しまして、それでですね、はい、4人の監督にも気に入っていただきまして、嬉しいことに、はい、まあ、だからよく考えたら映画音楽とかドラマの音楽を僕担当ね、随分やってるんですけど、自分がそのテーマの歌まで歌うというのはよく考えたら初めてだったんですよ、この年にしてね。それちょっと初の、経験っていうのがあったんで、それは非常に嬉しかったですね、はいはい、ちょっとそれをせっかくお持ちいただいたの で、はい、ちょっとおかけしたいなっていうのがあるんですけど、はい、タイトルがアウトオブザブルーという、はい、曲で、私が作曲編曲で、作詞がジラファという、最初聞いた時ってなんか外国の方が歌って外国の方っていろんな外国があるし、まあなんか日本人の英語の歌詞だから、まあそうなんですけど、いやとてもなんかスッと入っていく感じで、なかなかね、本当監督にも気に入っていただいたりとか、僕のブログにもですね、知らない方から問い合わせが来てですね、サントラ出てんのとかそういうのがあって非常に嬉しかったですね。じゃあまたぜひここでもまた広がっていけばいいかなっていう感じですけれども、
とてもなんか素敵な曲ですよね。まあ、ちょっとブルーズイで、誰かの感想はね、なんかシャンソンっぽい気もする。俺シャンソンあんま好きじゃないんだけど、なぜかいい意味で、でもそれいい意味でそういうんだったらね、すごく嬉しいですけどね。でマイナー調でみたいな、それがなかなか自分でも新鮮な反響があったのが良かったですね。そうです。私はあのこれのもっと前なんですけど、やっぱり蘇さんが歌ってらっしゃる丹下左膳が お気に入りなんですけど、急に話が飛びましたけど、そうそうそう、あの中村獅童さん主演の、あのチャンバラの丹下左膳ってね、まあ、音楽やったんですけど、まあ、獅童さんがロックでチャンバラやりたいとかいうのもあったんで、まあ、獅童さんのその前に、あれそっちが先だっけ、森の石松っていう舞台劇も音楽やって、ロックでチャンバラやったりしたんですけど、で丹下左膳も音楽依頼来た時に、丹下左膳っていうあの役自体が、あの仕事もしないで紐みたいのしながらたまに人斬りみたいのやって、パンクな人なんで、ロックでもそういうのでも合うかなと思って、最後の、あ最後っていうかメインタイトルのところの音楽に、あのロック調の音楽だったんですけどね、ちょっとこれラップを入れようと思って、あのまあラップのあんまり僕専門家ではないんですけど、ラップしまして、あの丹下左膳にまつわる言葉を羅列した文章になってないんですけどね、八方塞がり固めの侍とか、そういうのいやすごいなかなかいいんですよこの年にして、ラップも初体験で、私あのたまたまそのテレビドラマ見てて、あこの曲いいなと思ってて、まさかあの蘇さんが歌ってらっしゃるって、偶然それで嬉しいね、だったんですけれども、すごい耳に残ってですね、あれはね、なんか普通のインストで終わっちゃったらもうつまん物足んないなと思ってね、で美しいメロディーいらないから、もうこれラップになるしかないなと思って、それもなんかそのうちなんかに入れていただきたいですね、もしなんか出されるときは。その時あのテレビ局の人から、あの歌詞カード提出しといてくださいって言われて、なんかあの何歌ってんですかって言われた時のために言って、あのちょっと困っちゃいましたけど、その時適当に言葉並べてバーって歌ってた、すごい良かったんですよ、ですあれが、はい、ありがとうございます。で今回は2回目でご自分がで、まああれは完全な歌っていうかインストの部分の途中にあるん で、ね、今回のがまあ初めて、まあ そうね、あのそういうテーマソングを自分で歌ったんじゃないかな、すごい素敵な曲で、ありがとうございます、よかったですよね皆様無理やりなんか言いました、いやいやいやあとあのまあ蘇さんといえば映画の曲をたくさん書かれていらっしゃるんですけれども、やっぱりシャルイダンスは皆さんが一番ご存知かな、ね、ただ最近ね、あの若者は知らないですけどね、もう16年ぐらい経っちゃったからそうですね、そうですね、その時に何かこう作っていて、こうなんていうの、シャルイダンスは大変でしたよ。あ、どういうところが、いわゆるボールルームダンス、日本語で言うと社交ダンスがテーマで、僕社交ダンスの知識ゼロでしたから、見事にゼロでしたから、どうすりゃいいのって感じで、いろんな、あの渋谷にあるそういう教室行って、あのやったりとか、そしたら先生がちょっとあなたも一緒に踊りなさいとか言って、いきなりこんななっちゃったのってそれまで、これ恥ずかしいよね、自分がやっちゃって、でシャルイダンス、あの社交ダンスのそういう CD をいろいろ集めて、片っ端から聞いて、どんなステップがあるのかっていうのをちょっと研究して、例えばパソドブレなんていうのはもうだいたい小節数が決まってるんですよ、あのステップが、だからその一番使われる曲と同じ小節数のタイミングで作曲したりとかね、そういう意味では大変でした。まあでもきっと 僕なりの社交ダンス曲になっちゃったと思うから、あのまあある意味ではデフォルメしてるのかもしれないですけどね、でもまあ楽しみました。そうですね、シャルイダンスとか、まあ、他にもたくさん映画音楽おありなんですけれども、去年かな、皆さん毎日母さんっていうあの漫画とかアニメでも有名になってた、西原さんっていう原作者の
方の映画化した、で小泉今日子さんと永瀬正敏さんがね、はいはい、元夫婦がまた夫婦役やるってちょっと話題になって、でまた劇中でも別れてるっていうのも面白かったですけどね、でも2人の感じ良かったですよね。そうですね、うん、ちょうど見に行った日が同じ日で偶然お会いしたんですよね。あったんですよ、そう僕も金出して見に行ってたんですよ。そうなんと最後の日ですよね。会っちゃったもんね。ええみたいな、ね、あの時監督もいたんだよ。それ聞いてまたびっくりしましたけど、監督小林翔太郎さん、はい、あのお父さんが神岡龍太郎なんですよ。神岡さんのすごいファンだったんです。まさかその方の息子さんと仕事するとは思わなかったけどね、ああじゃあやっぱりご縁だったんじゃないですか。で、さっき聞いたアウトオブザブルーの今曲の4人の監督って言ったんで、その一人がまた小林監督だったんですよ。あまたお仕事、あ、うん、そうだったんですか。させていただきました。よかったです、ね、はい、それとかまあ他にもたくさんあの終わりなんですけれども、はい、なんかあのまた新しい作品ができるということ で、ね、16年ぶりに、はい、あのま、なんか話題になってるみたいです ね、 そうですね、今朝ちょっとニュースで見たんですけど、あの完成の、そう完成披露試写があったばっかりだったから、はい、そうですね、あって、はい、もうやこれですね、タイムリーかなっていうのが、ね、はい、こういうのもありますね、はい、まあ、私のいとこでもある須尾正幸監督の新作で、主演が草刈民代、役所広司、大沢たかおさんなどで、もうすごい演技がすごかったですね。そうですね。でこの音楽を、担当しました。そしてあのエンディングの曲も作曲しまして、歌は種智子さんに歌っていただきまして、作詞も種さんですけどね、はい、それが完成したということですね、じゃあちょっとそちらの曲も聴いていただきましょう、はい、まあ、まだサントラが出るのが10月なんで、初めて世に流すことになるのかなみたいな、みたいな感じですけど、はい、この曲はですね、遠くそして近くというタイトルで、タネさんに詩を書いてもらったんですね、とても同じ作詞として、あの
作品に合っていらっしゃる。あの、曲、いや難しいんですよこれ、あの、ね、映画の最後の曲で、あの監督として見れば、その映画に合っててほしいんだけど、あんまりそれが意味がまたつながりすぎちゃうと楽しめないというのがありますよね。だからつかず離れずみたいなのなんですよね、難しいと思うんですよね、でもそこをうまくね、タネさんに書いていただいたので、あの曲が先に作ってた、ね、今回あの16年ぶりにまたあの役所広司さんと草刈民代さんが、そうですね、出られて、あの正幸監督とこの3人の組み合わせっていうのは16年、そうですね、シャルイダンス以来と、で来月の27日から東方系でロードショーということで、まあ今日もまあもちろんやってたんですけど、これからね、いろいろテレビで、まあ、CM だとか、いろいろ機会があるかと思うんですけど、まあ、ここにも書いてあるように非常にテーマがですね、死を扱ってて難しいテーマですね、明るくはないんですけど、でも非常に見応えのある仕上がりになってると思うんですよ、僕も最初にラッシュ見た時からもう引き込まれて見てしまって、2時間半ぐらいになってますけど、対策ですけどね、でもまあ大人の映画だと思うんですけど、やっぱり死って誰にでも訪れるものだから、まあ、この場合は病院、そして病気で、それがあの終末医療とかいろんなものが絡んで、先生と患者の関係、その信頼関係とかいろんなものが絡んで死に対してですね、すごく、まあ、原作もありますけど、それを、映画として何か表現して、非常に難しさあると思うんですけどね、あのぜひですね、ご覧になって、なんかそういう死に対しての、みんなで考えるものを投じたのではないかなと思うんですけどね、いやもうすごい最後の方の40分はすごい、あんま言っちゃうとまずいすごい感じ、もうそこ音楽ないですけどそうですね、もう最近なんか、あとね、あのこの中でプッチーニの有名な曲で、私のお父さんっていう、あの、オーミオバビーノカロって、オーミオバビーノカロっていう、そういう曲なんですよ、それが、あのキリテカナワが歌ったやつを使用してるんですけど、まあ、重要な役目をしてて、そのもすごくいいですね、じゃあその曲が流れるもあります、それからその曲を劇中用にアレンジしたバージョンもあったりします、で音楽であんまりくどく盛り上げたりはしてませんけど、あのさりげなくあのプッチーニの曲とか、あの劇中音楽はつけてる、で最後のすごいとこはちょっと音楽があんまりなしで、あのでもそれがねすごい緊張感あるからね、いいと思います、で最後にエンディングがかかる感じで、ね、ぜひあのご覧になって、すごい映画、スタッフなのに言うのおかしいけどいやすごい映画作っちゃったなって感じ、あもうこれがあのスオリューラブストーリーって書いてありますから、ここにと、いうことなので、皆様どうぞ劇場の方に足を運んでいただけると嬉しいかなと思います、よろしくお願いします、なんか最近あの草刈さんすごいですよね、いろいろドラマとか、私も見ているんですけれども、あの NHK さんの方でなんか眠れる森の熟女、すごいタイトル、そうすごいタイトル、結構、NHK もやるなって感じ、そう夜ドラでやってるんですけど、あと龍馬伝にも出てらっしゃって、結構あの音瀬さんとか、まあ、あのお母さんの役2役やってらっしゃったんですけど、の役もとっても好きでした ね、うん、なんか鶴瓶に乾杯にも家族に乾杯にも出ていらっしゃって、最近結構よく見てるかなみたいなのがありますけれども、あとまあそれ以外にも捜査なんか最近、すみません、なんか宣伝ばっかりみたいですけど、あのこういうですね、これコンピューターで見る読むCD ブックなんですけど、ロックポップの作曲の理論テキストみたいな感じですね、
ですので、ぜひ作曲やるあなた買ってくださいで、まあ、あのロックポップの作曲で楽曲分析を中心に解説してるんで、理論って言ってもちょっとこの曲好きだなみたいな曲から入ってたりとかそういうのもありますし、あとポップミュージックのこう歴史をこう追いながらっていう面もあったりします、それからチャプター5ではブルースっていうコーナー作って、やっぱポップミュージック の, あの源流はアメリカのブルースから始まってるので、ブルースに対してもいくつか分析をしたりしてます。例えばあの映画音楽でもベイビーエレファントトークって小僧の行進っていうヘンリー・マンシーニが作った曲で あるんですけど、完全なブルースなんですよね。だけどすごいポップな解釈で、もそれがもう1960年代にできてるっていうことなんで、もうやっぱ根付いてるんですよね、はい、ですから、まあ、僕もブルース好きだし、そういうとこからもあるし、まあ、あと映像につけた音楽の自分の曲の分析もしてます、はいはい。まだこれは発売は、これはですね、はい、学校のテキストとして作ったので、はい、本屋さんでは売ってないんですけど、はい、まあ、僕 の, ホームページに公開してるアドレスありますから、そこに欲しいっていうのがあればそこで売ります。それから、発売元のですね、時系出版というところに連絡していただいても買えます。はい、はい、4900円ですね。ぜひ。でも400ページぐらいありますからそうですねA4 に試しにこれ、まあ、CD ブックなんですけど、製本したんですよ仮の、はい、なんかタウンページみたいな、まあそこまでいかないけどね400ページで結構すごいこんな書いたんだ自分でびっくりしちゃった、ぜひ作曲目指されていらっしゃる方よろしくお願いいたします。はい、あと MPJ でも講師講座ありますね、はい、11月にありますので、やられますの で, ぜひネットで検索して MPJ で検索してやると、須藤さんの講座に行くことができますので、はい、よろしくお願いいたします。それと先ほどのブルースつながりで、ブルースつながりで言うとです、はい、ちょっと僕が推薦したい本がありまして、ミシシッピブルーストレイルっていう本ですね。まあ、ミシシッピの、ね、ブルースが生まれた場所ですよね。そこのブルース街道を巡る旅みたいな本で、すごい写真とですね、はい、文章で解説していく本で、この編集作家で編集された桑田さんっていう方が実はこれの編集にも参加してた方なんですよ、はい、でよく知ってる方なんで、ついこの間アメリカ行って、はい、取材して書いたばっかりの本なんですよね。でブルースについての、これはだから別に音楽の解説ではないんで、音楽っていうか作曲とかギターの人のっていうんじゃなくて、本当誰でも読めるブルースを巡る旅の本なんで、すごく面白いと思います。そうですね、こうやってできたんだっていうのは、そのアメリカの黒人の奴隷が解放されて南北戦争が終わって、そこからブルースって生まれたんですけど、でそれがニューオーリンズでジャズになったんですけど、そのブルースの部分を掘り下げてるんですよね。例えば有名なローリングストーンズでもエリック・クラプトンでも元はブルースなんで、そういう人たちが好きだったマディ・ウォーターズの話とか、それが生まれたとこを訪ねてたりとか、すごく面白いです。ぜひブルースファンじゃなくてもね、そうですね、おすすめしたいですね。旅行とかそういうのを好きな方でも、はい、でこの本は出てる場所、はい、すいません、スペースシャワー出版だっけな、すいません、どこに出てるんだって、はい、これで検索すればでも出てくる、ね、はい、ますもんね、はい、ミシシッピブルースピーバインブックス、はい、トレイ、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、はい、私もちょっと5月だったんですけど、ベースボールガールズ55っていうアイドルグループが いましてですね、なんとなくファーストシングルが出たんですか、あ、そうなんですよみたいな、チャンスという名前で出てますので、皆様よろしくお願いいたします、はい、あと世田谷233の方から何か告知があるということなので、田島浩二さん、
ぜひご登場を願いたいと思います。失礼いたします、はい、こんばんは。ギャラリー世田谷233に参加をさせていただいている田島浩二と申します。告知で伺いました。現在個展の開催中です。会期は今月末の9月30日までです。よろしくお願いします。雰囲気が画家っていうかなんかすごいですね。あの展示物で、他に演舞用の武具も公開しますので、それでちょっとパフォーマーでもあるからです。ああ、お願いいたします。すごいロックっていう、ね、ロック感じでロックな絵ですね、うん、以上です。どうもありがとうございました。失礼いたします。皆様今やっておりますので、ぜひいらしていただけるとありがたいですね。そこでやってますので、はい、今日はもうなんかいろんなご紹介をしていただいたんですけれども、はい、お忙しいところ本当ありがとうございます。いやいや、はい、なんかこう大変だったって、この対の信託で大変だったっていうところございますか。何か。そうですね、大変まあいつも大変ですけどね。いや、そうさんすすっていつも作ってらっしゃるようなイメージが、はい、大変というのはほら映画音楽っていうのは、はい、その曲良くてもそれが映像と合ってないとダメとか、監督の意向とのなんかすり合わせもあるから、はい、そういうのは大変ですよね、はい、それから実際他のSE とかそういう効果音が入ったりセリフが入ったらやっぱもうちょっと出のところを変えようとかとかね、そういうやり取りがあるので、そういうのは単にいい曲作ればいいっていうんではなくて、そのセリフの後ろでうまく流れる音楽もあれば、ここは出る音楽もあるっていう、そういう難しさありますよね。そうですね。それと長い映画なんで、作ってる時はその部分部分だけをどうしても見てしまって、はい、毎回毎回2時間半見て作るわけにいかないじゃないですか、ね、そうですよね。だからそういうのがだんだん誰も分かってないところあるんですよね。でだんだん分かってきて、最後の仕上げ作業をみんなで分かってやってる時に分かったこともあったし、うん、そういうところで、あ、ここはやっぱりもうちょっとこうした方がいいとか、ここはこっちの音が出るからとかっていう、そのやり取りが最後の方で分かるっていうのはあるんですよね、そこが難しい。まあそれが面白さでもあるんでしょうけどね、単にこういうのありました作りました OK とはいかないところがありますよね。テレビも映画もそうなんですけど、シーンごとでもう本当 秒数と合わせてやる、きっちり合ってる感じで作らなくちゃいけないから大変ですよね。でそれが例えば前のシーンの音楽があって、ここにも入れましょうっていうのが打ち合わせして、それバッチリ作っても、あ、実際つなげて見てみたら前のとのちょっと距離が近すぎちゃうから、もうちょっと変えようかっていうのも、それを通してみないとなかなか分かんないかったりする時あるんですよね。そういうのが難しいですね。そこだけ良ければいいってもんじゃないから。そうですね。でもあと1ヶ月後ぐらいに公開されますので、すごい楽しみなんですけど、私もちょこっとなんていうのかな、宣伝というか見ましたけど、それだけでもなんか引き込まれていくような感じの。シャルウィダンス以来この3人の組み合わせは16年ぶりでしたんだけど、その時は草刈民代さんっていうのはバレエダンサーが映画に出ましたっていうんだって、今回は本当女優ですね。そうですね、完璧に、この肩の集中力は本当にすごいなと思いますね。まあ、もちろん役所さんもすごいけどね、本当に病気になっちゃうんじゃないかなぐらいの演技してるから、まあ、今回なんかすごいシーンがあるって、私もちょこっとすごいシーンありますね。確かに、まあ、いろんな意味で大人なシーンがあるらしいので、これ以上言わないよっていうあるらしいんですよね。やっぱりでも旦那様である監督が、昨日ね、話聞いてたら、監督と草刈さん夫婦じゃないですか、なんか撮影中は別居してたって言ってました。そう、今朝もそれになりきるために、言ってました、ね、ニュースっていうか言ってましたね。あと大沢さんはすごい
怖いぐらいの感じになってたって、あ、もう一人の若手の方が言ってましたね。あ、集中されてもこの役にっていう、うんうん、検事の役だから、あ、怖い役なんですよ、はい、怖いっていうか、まあ、そういうね、追い詰めていく役、はい、すごいですよ。あ、楽しみです、はいはい。今日もなんか素晴らしい、いろんなお話がたくさん聞けたんですけども、はい、もうそろそろ終わりの時間になってしまいましたね。でね、あ、私あさりさん自体のこの番組、ちょっとあの、はい、今回でちょっとお休みをさせていただくんですけれども、はい、また、そのうちぜひぜひ復活したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、あの今日はあの2度目の登場ということで、はい、あの須郷さんに、吉和さんに、また出ていただいたんですけれども、はい、貴重なお話を聞けて本当に楽しかったです。ありがとうございました、はい、またぜひお会いしましょう。よろしくお願いいたしますではまたお会いしましょう